ヒロも散歩とかしたりするもんな、たまに。するね。うん。めっちゃ昔の話になるんやけどさ、うん、なんか俺がさあの家の近く歩いてたらさ、うん、リヒトとヒロモがさめっちゃお昼のめっちゃいい天気にさ、うん、なんかあ2人で歩いててさ、うん、何してたのって聞いたらなんかあなんか川でなんか2人で散歩してたみたいな、いつ覚えてる、めっちゃ昔覚えてるかな、2人で川散歩してたんやって思って、めっちゃほっこりしんけどお昼ぐらいに、そういいね、葉っぱの船みたいなの作って、その時かそう流してた、お昼前やな、戦国時代みたいな遊びしてるなんかね葉っぱで船作って流して遊んでたの、葉っぱで船作って遊んでた、すごいよな、めっちゃ前だな、めっちゃいい休日過ごしてるな、確かにそんなことしてたな懐かしいよな、懐かしいわ、はい、じゃあ雄大の暇つぶし、ね、超個人的な暇つぶし、うん、超個人的に、うん、めちゃくちゃ個人的でいい、うん、俺もう別にほんまになんかその物とか触るとか何もなくて、うんうんうん、なんかもうほんまにめっちゃ個人的やで、うん、なんかあの俺インテリアがすごい好き で、 でなんか家具とかすごい好きやから、はいはいはい、なんか頭の中であの家これ家具の向きこっちの方がいいんかなとかって頭の中でレイアウト考えてるんですよ、はいはいはい、ほんまにガチでそれいいね、めっちゃいい暇つぶし、いい、ね、ほんま、うん、そもそもなんか暇な時間ないねんけど、その暇つぶしってなんていうの、そのなんかしたいことさなんか結構あるやん、その溜まってる漫画読みたいなとか、はい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 、したいこといっぱいあるから、うん、なんかあんまりなんかその暇やなとかあんま思わねんけどでもほんまに物もなくて何もその時間も、はい、なんていう、何もない状態、何もない時ね、そうそうそう、頭にあるやん、なんかその、うん、あるある、状況によっては何もない時みたいな、うん、そういう時どうしようみたいな時はなんかほんまに頭の中でレイアウト考えてる、最終的に至るのは、そう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 、もう一番最終たどり着くのは頭の中でレイアウト考えてる、なるほど、で家帰った時にちょっといい、ね、あの頭の中で描いてた、はいはい、あの家具の配置にちょっと変えてみて気分変えたりして、はい、あこんないいスポットあったんや家に、ね、とか、そんなほんまに個人的すぎていい、ね、全然面白くないけどごめんな、全然全然いやめっちゃいいよ、うん、この間俺雄大のさ部屋にさ、うん、お邪魔したやん、はいはいはい、その時いやマジでおしゃれだったもん、あ、まあ、なんかあの間接照明、照明あるよね、あ、ある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 、一本間接照明ある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 、なんか結構あったよね、いろいろあった、そう間接照明好きなんよね、間接照明いっぱいあるみたいになってるから今いっぱいあったよ間接照明あんまいっぱいある、まあ、確かあるかいっぱいあったいっぱいあった、どう考えてもある方かでもなんかヒロムがそう、うん、めっちゃおしゃれやんみたいな、写真記念撮っとこうみたいな。なんかいやなんか俺もなんか参考にしようと思って。なんか分からんけど、うん、気持ち的になんか自分の部屋なんか写真撮られるって、うん、パンツ一丁で自分写真撮られてみたいな感じ、なんか恥ずかしさがあった。俺もっていうなんか恥ずかしさ。逆の立場になったら確かにちょっとわかる。ちょっと恥ずかしくなる。なんか分かる、なんとなく恥ずかしさみたいな感じ。いや面白かった。電気つけた。つけた状態で、うんうんうん、あのちょっと写真撮っていいみたいな感じで写真撮ろうとしたら、いやダメだダメだって言ってそんなこれはちょっと薄暗いあのゲームの部屋だからちょっと薄暗い方がいいって言って、あの照明を一番いい状態にして照明変えて写真撮って面白かった、ヒロマがね、喜んでくれてたから嬉しかったいやマジいい空間だったわ、ありがとうございます、はい、じゃあもう行きましょう行きましょう、はい、お便り紹介していきます、はい、お便りいきます。